トラミのタダ飯万歳。皆様、大変長らくお待たせをいたしました。帰ってまいりました、ドラミのドラミです。バンザーイバンザーイ、やった、またただでくれるというわけですね、皆様方のほどほどのリクエストと私の強い要望にお応えいたしますドラミです。4月から復活です。というわけで今日はまず復帰第一弾ということで、ここは宇都宮の駅の東口にありますレストラン5時、こちらでですねただでご注文いただきたいと思います。よろしくお願いします。では早速中の方へ、じゃあ撮影なんでクローズになってますね。やってます、やります。では中こんなになってます。どうぞ。ではですね、食べさせていただくごちそうマスタードアロマ作ってくれてます。こちらカンタです。マスターです。マスターです。で、ね、実はですね、こちらのお店ライブができるんです。私もですね、月に一度やらせていただいて、あんなつピアノがあります。というわけで、この後がついたこちらにお料理が並びますので、ご注意いただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは改めまして、本日はただ飯万歳でございますが、すよね、すなぐさん、ちょっと久しぶりにちょっと緊張しちゃうんだけどさ、しかもうまいもんなりますかな。まあいいや、ちょっといいですか、仕切り直し。というわけで、本日は先ほどお話いたしました。駅東にあります、あ、宇都宮、JR 宇都宮駅東にあります、レストラン、ダイニングレストラン、正式名称。うん。ダイニングバー。どっちだよ。どっちでもいいです。なんか割と緩めですよ。料理がこだわりあるから。ダイニングバー。裏漫画にしようからけないけど、さぞら。まあ、後で情報話しますが、とりあえず5時って言えば誰でも分かります、宇都宮は。というわけで、レストラン5時、お邪魔いたします。マスターの小林守です。イエーイ、よろしくお願いします。なんか今度改めてこんなことになるとちょっとドキドキしちゃうんですけど、はい、いつもお世話になってます。はい、あ、その時、その時またしたのか。まあいいや、それは後で事情を話しますが、今日はただめしの大地さんということでお邪魔いたしました。よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。早速、まあ美味しそうなものではなく美味しいものをご用意していただきました。ありがとうございます。今日は何をご用意していただいたんでしょうか、マスター。今日はね、カルパッチョのね、はい、2種類盛りと、はい、2.2 ミリの極太ナポリタン、はい、ぐっといんだけど誰か出しみたい。自家製生地のマルゲリータですね。薄生地なんでパリパリとお酒に合いますね。はい、でしかも今日はですね、こちらの盛り合わせというか2種類カルパッチョとマリネをご用意していただきましたが、カルパッチョはね、はい、愛媛県のみかんだり、みかん食べてもらって、それ本当なんですかね。みかんの味しますよ。本当にしなかったらします。本当ですか。で、ホタルイカはね、あの全部大きくなった、はい、富山湾さんですね。はい、一番大きいホタルイカ、マリネします。ちょっとニンニク入ってます。ああ、そうなんです。大丈夫です。これだと誰ともチューしませんから、誰としてもいいんですけど、しませんから大丈夫です。こちらはもちもちですよ。ね、すごいね。ぶっといんだけど。2.2 ミリ。16分間ボイル。それすげえ。あのあれですね、光熱費かかりますね。そうですね、あの、うん、オーダー来てくれるとじゃ間に合わないですね。絶対無理でしょ。16分もかかるんですかこれ。最近なんかナポリタン流行りなんですよ。流行りみたいですね。うちではよく出ます。やっぱ出ますね。ですね、こちらまあ定番というか定番ですね。マルゲリータ薄生地で何枚でもいけます。はい、ですね、私も 2,3 枚いけます。まあ今日は1枚お酒に合います。合いますからね。、まあ、とりあえずですね、ちょっとあの腹も減ってきたことですし、はい、早速いただきたいと思います。それでは皆さん、やべ、幸せだ、どうしよう。では落ち着いて、先ほどのじゃあみかん鯛を参りたいと思います。このみかん鯛、本当にみかん鯛すんの皮目のあたりがね、これはそうですね、もうなんか鯛の皮がついてます。皮、はい、いただきます。うん。するでしょ。マジ。マジする。するでしょ。みかんの香り。
もうみかんずっと食ってたらみかんの匂いとかするのかしますね。うまい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 すげえうまいこれやばい。これでガラッポワーって食っていいですか。いいです。なんかでも自分もいい匂いにしてくるぐらい食べていいですか。ほんとにこれ香りがさっぱりするんだ。うまい。次はこちらのイカを巻いたいと思います。コウタルくん、ちょっとなコウタル姿なままなのでかわいそうっちゃかわいそうなんですけど、巻いて食べちゃいます。あの、バターが臭くないでしょ。全然なんかバターって普通なんかちょっと匂う感じするじゃないですか、うん、全然ないですね。うわバターがまたクリーミー、しかもこのプリプリって柔らかなところがたまりません。うまいですね。うまいって言ってましたけど、出来でございます。ありがとうございます。いやいや、次、これ、はい、あのせっかくですね、これでいただきますか、うん、これはどうなんでしょうか。もちもちです。多分どう見てもそうだと思う。これあんまり口突っ込んだらしばらく喋れないぐらいですけど、いただきます。うん、噛むの大変です。もうちょっと少なくて、うまい、うん、これ普通にパスタで売ってるの、こんなストーリー。売ってますね。初めて見た。やっぱナポリタンって永遠に定番メニューですね。もう本当にうまい。いつ食ってもどこで食ってもうまいはずなんだけど、ここのが一番うまい。ああ素晴らしい。ではでは、はい、ピザいただくときはでもあれですね、飲みながらの方がいいかな。じゃあ、うん、そうですね、うん、で実際ちょっと味知ってるんですよ、いただいてる、はい、まあ、でもちょっとパリッといっちゃわないかな、はい、ご覧の皆さんにどこがどういう風に美味しいか伝えなきゃいけないっていう私の使命がございますので参ります。あ、そう、こんな薄いの生地はほらほらなのに、うまい。もう撮影やめとくかな、うん、食ってんじゃねえか。撮影だった。うまいです。このパリッと感が、そうですね、でもなんかチーズいっぱい使ってません、うん、なんか、まあまあ結構こあの重量感はあります。ありますね、薄いので侮るなかで、しっかりとチーズの味もトマトソースの味もしっかりします、ね。ありがとうございます。ちなみにこれお値段の方はどんな感じでしょう。通常はカルパッチョはね、1人前800円で売れるくらいのものを仕入れます。でも800円で売れるくらいじゃないでしょ、本当これ。もっと高いでしょ、きっと。高いですよ。そうですよね。結構かかってんだよ、この店。本当に。もう来ていただいて、召し上がっていただけば分かりますか。これも相盛りですけど、大体これが1皿800円くらいです。そうですね、今日は2種類です。今日は2種類でね、こちらも今日は50円です。そうですね、いいですね。でピザの方これ安いの、今日50円のこの大きさで食べれちゃうわけですね。他にもカウンターがあるということは飲めるということですね。私、お酒出ますね。お酒したいですね。そうですよね、うん、大体ワイン、あ、このちなみにこの店、11時半以降に来るとママもマサをベロベロですから。そういうことは言わない。話しました。ママとかなりご機嫌で10時以降を迎えてください。先ほどからちょっと笑い声しかしませんが、実はこちらのお店ママとマスターと2人で、そうですね、はい、ずっとやっていらっしゃいますが、もともとマスターお魚にこだわりますか。そうですね、うちの父親がここで魚屋をやったんです。あ、ね、ここの場所でやってたの。この場所で。あ、そうだったんですか。私初めてここに来たのってその前のお店だったので。そうですね、あれですけど、その前お魚屋さんだった。あ、そうなんだ。なんか私ね、マスターって一番初めに会った時にサーフィン以外でね、なんか真冬なのにこの T シャツで短パンで B さんなんですよ。なんか怪しい人だなと思ったんですけど。すごかったですね。すごかったですね、あの頃ね、はい。で、やっぱりじゃあお魚には魚屋さんに、そうですね、心を入れます。魚食べてもらいたいと思ってね、素晴らしい魚ね。いつ来ても本当に、まあ、でももちろんお肉の料理とかもすごいし、スペアリブとかね、多分昔からご存じの方は、ね、結構疲れるとかね、幻の感じます。幻の感じます。結構疲れるとかあるでしょ、さんざん。そう、なんかありましたからね。今もランチはやってらっしゃらない。そうですね、もう50歳でちょっとやめました。それ、いつだよ。それを機に、ウェブになったといろいろあの諸事情が。いろいろ諸事情。体持たないんだよね、大変ですよね、いろいろやってるとね。はい、知ってます。こちら
じゃあ今は営業時間はどんな感じですか。夕方6時から、深夜12時まで、はい、ラストオーダーが深夜11時です、はい、結構ゆっくり食べて、はい、定休日は定休日は月曜日ですね、はい、ですので間違いないので、はい、で実はですねこちら先ほどもお話しさせていただきました通りライブが時々入ってます時々入ってます月1ぐらいな感じで土曜日の夜にあの先に言っとこう今日1回目だから本業ピアニストだからねピアノ弾けますということでやらせていただいておりますのであの詳しい他のミュージシャンとかのですねあとライブとかもありますのでこちらのご案内ホームページの方、ね、はい、ホームページから飛んでいただければです、ね、スケジュールが出るようになってますあります。こちらですね HTTP これって何て読むのスラッシュ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  www これ11 11.ocn.ne.jp こちらで5時出てきますのでこちらでぜひご覧いただいてぜひ遊びに来ていただきたいと思います。はい、こちら住所の方ちょっといただいてよろしいですか。こちら東、はい、宇都宮市東今泉 1-2-6 になります。東口をですね、ベルモールの方に向かってずっと来ると、こうなんだっけ、東洋ボールの立橋、立橋を越えたあたりで、立橋を越えた最初の信号の左側にトントンあります。トントンの先の信号をふって覗くとも5時の看板、赤い看板が先ほど冒頭に私があのお話しにしてました看板がよく見えますのでそちらを目印に駐車場もあるんですよ。ありますね。はい、お店の10台くらいありますね。結構ありますので、もちろん団体のご予約も受け付けておりますのでぜひ、はい、お越しいただきたいと思います。というわけでありがとうございます。本日はですねダイニングレストランで書いてあっています。書いてありましたね。はい、5時にお邪魔してパパでご陣になりました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。今からゆっくりいただきたいと思います。ありがとうございました。